ス税理士の白井です。静岡市鶴岡区で会計事務所の代表を務めております。今回は相続のシミュレーションソフトを導入したということでご紹介したいと思いますけれども、こちらになります。じゃん。相続シミュレーションプラスというシステムを導入いたしました。アクスルコンサルティング社、会計事務所向けの営業経営コンサルタントコンサルティング会社ですけれども、こちらが販売された、相続関係のソフトを導入させていただきました。まだ自分の試験的にしか使ってないんですが、ちょっと分かりやすい、こういう資料が分かりやすく出る、相続ソフトですのでいいなと思って、こちらをまたバンバン使っていろんなサービスを提供していきたいと思っております。また実際の、その資料はきちんと出力したものを別の動画でお見せしたいと思いますので、お楽しみになさっていてください。